積年の恨みを晴らした今、俺は不思議と落ち着いていた。ねえ、刑事さん、全部話しますから聞いてくれませんか？ああ、話してみろ。7年に及ぶ復讐劇の末、俺は殺人犯となった。俺の名前は河合明、新婚ほやほやの30歳。おかえり、今日のご飯は生姜焼きよ。よっしゃ、米3杯だな。これが妻の沙織、正直美人で俺の自慢だ。明日は区役所に行く日だっけ？そう、河川敷周辺のホームレスの現状報告をしにね。これ、よかったら食べてください。沙織はホームレス支援の慈善団体で活動している。ホームレスを取り巻く環境は劣悪だ。とりわけ暑さ寒さや飢えは生死にも直結しかねない。どうぞ、これ食べて温まって。 ありがとう。だから手を差し伸べるんだと沙織は言う。困ってる人って自分からはなかなか言い出せない。だからこっちから行動するんだ。そっか、素晴らしい考え方だな。はあ、満腹で動けない。ベッドまで連れてってくれ。嘘つけ、自分で行きなさい。沙織ほど立派な女性は他にはいない。結婚できて俺は本当に幸せだ。そんなある日のこと。アキラ、ごめんね、今日は終電くらいになっちゃいそう。夕飯は食べて帰るから何か買って食べてね。そっか、気をつけて帰るんだよ。どうやら仕事が長引くらしい。沙織は帰り道で困っている人を見つけていた。あなた、お腹空いてませんか？誰だお前、敵が近づくな。敵じゃないですよ。よし、じゃあ一回ご飯食べて落ち着きましょう。栄養状態が悪く見えたため助け舟を出したのだ。ここは私たち団体の協力者が経営しているの。遠慮しないで食べていいですよ。毒入れてないか？入れないから。よし大将、唐揚げ定食大盛りで。英雄、単独へよ。そこまでしなくてもいいのにと思うが、そこまでしてしまうのが彼女なんだ。これは俺のだからどっか行け。誰も取ったりしないわよ。ただそのホームレスはどうも言動が奇妙だった。そんな沙織のことを俺は本当に尊敬し愛している。あ、どうしたの？気持ち悪い？一気に食べ過ぎたからかしら。沙織のいない生活なんて考えられなかった。やっぱり毒だったんだ。なんで殺そうとする？毒じゃないわ。一回落ち着こうね。なんでお前らも殺そうとするんだ。そうだ、疲れて帰るだろうし、沙織の好きなシュークリームでも買ってやろう。なんで俺を騙すんだ。やられる前にやってやるよ。そしてその日は、いや、永遠に沙織が家に帰ってくることはなかった。深夜0時過ぎ、俺の電話が突然けたたましくなった。え、もしもし。〇〇警察の者です。河合沙織さんのご家族の方でしょうか？え、はい、電話は警察からだった。奥様が公園で倒れているところを住民が発見し、病院へ搬送したのですが、治療の開拓、残念ながら、今から病院に来ていただけますか？え、何を言ってるんだ？その時、俺は警察の言葉が全く理解できなかった。警察に言われた病院へ向かうと、ご遺体は損傷が激しく、所持品にてご本人確認を。え、沙織？沙織？何やら女性らしき人の遺体が置いてあった。バカな、そんなはずはない。他人だよ、人違いだよ、これは沙織なわけないだろうが。あ、ご主人。そこには顔半分も認識できない沙織っぽい人がいた。いや、わかる、これは沙織だ。俺は垂直に崩れ落ちた。なんで沙織、なんで死んでるんだよ。ご主人。頭は理解も何も追いつかない。なのに目から涙が止まらなかった。その後警察の仕事は早く、近所の防犯カメラから容疑者を特定し捕まえた。触るな、お前ら。俺を殺すつもりか？暴れるな、こら。とんでもないことしやがって。あの日沙織が面倒を見ていたホームレスが犯人だった。取り調べや弁護士とのやり取りを経て、沙織の死後3ヶ月後、ようやく裁判が開かれた。被告人は前へ。お前ら、何見てんだ？ここはどこだ？許せるわけがない。沙織の命を奪った代償は極刑だ。悪質だから極刑に違いない。しかし、あの女は俺に毒を食わせようとした。私が提供したものに毒は入っていません。俺を殺して俺の財産を奪うつもりだったんだ。阿久津という男はまともに話をせず、支離滅裂な言動で裁判をかき乱した。もう極刑でいいだろう。こんな茶番に付き合ってられない。被告人の刑事責任能力について弁護人。はい、被告人は精神障害を患っており、刑事責任能力は問えないかと。ん？一体みんな何の話をしてるんだ。刑事責任は問えない。そこからの審議に沙織の話なんて出てきやしなかった。先日精神鑑定を行った結果、統合失調症の診断が下りました。はあ、責任能力の有無がひたすらに争点。何の話なんだ。沙織は死んだんだぞ。統合失調症とは、思考がまとまらなくなる精神疾患。急性期には幻覚、幻視、幻聴などの症状が出て、妄想と現実の区別がつかなくなるらしい。
審議の末、被告人は事件当時心神喪失状態であると認められた。生活環境に恵まれず病院にかかることもできなかったため、重度の統合失調症であると気づくに至らなかったと。そして信じられない判決が下る。刑法39条、心神喪失者の行為は罰しないに基づき、被告人を無罪とする。おい、何を言ってるんだ、ふざけるな。俺は傍聴席で思わず声を荒げた。俺は同国した。なんで無罪なんだよ。そいつは沙織を殺したんだぞ。そいつを死刑にしろよ。え、あいつが俺を殺そうとしたんだけど。傍聴席は静粛にしてください。殺させろ、そいつを殺させろ。そして俺は警備員によって外に運び出された。その後弁護士事務所に連れられ説明を受けた。心神喪失により精神病院送りになると退院には裁判所の許可が必要です。彼の場合、おそらく生涯を精神病院で過ごすことになる。それが彼に課された罰だとも言えます。だからどうしたというんだ。そんなんで沙織が浮かばれるのか。法はあいつを守り、沙織を見放した。正義とは一体なんだ。許さない。阿久津、必ず見つけずしてやる。抜け殻となった暗い部屋の中で、俺は奴への復讐心に炎を灯した。そこからは人様に言えない話だ。犯罪者への復讐を行う類の闇サイトを探した。違う。これも違う。あいつの居場所を知らねば。精神病者の入院先は秘匿とされる。まずはそこを暴くところから始める。闇サイトからつながり、最終的には大枚を叩き、ヤクザから情報を買った。その男が入院してるのはこの病院だ。ありがとうございます。これはお礼です。ここにたどり着くまで7年の月日が経っていた。俺は会社も辞め、全財産を使い、借金もしていた。俺はその病院が提携する清掃業者を調べ、面接に行き、無事採用された。よろしくお願いいたします。その後、その病棟での勤務希望が通り、1ヶ月後にはその病院に潜入することに成功した。想像していたより精神病院は綺麗で快適な空間だった。沙織を無残に殺しておいて、奴はこんな空間で生きているというのか。それが俺の中にある黒い怨嗟を爆発させた。働きに来て3日目、食堂に差し掛かった時だった。阿久津さん、ご飯ですよ。毒は入ってないだろうな。その声を聞いた時、全身の血が沸騰するような感覚に襲われた。声の方向へゆっくりと目をやると、奴がいた。髪や身なりが整理されてるし、少し老けたが、阿久津だ。見つけたぞ。やっと見つけたぞ。俺は7年間無双していた場面に興奮していた。沙織の仇を俺が撃ってやる。俺は清掃用具入れの底に隠していたナイフを手に取った。俺は息を整え、目標を奴に定めた。長かったぞ、阿久津。やっと断罪の時間だ。俺は奴めがけて駆け出した。阿久津、阿久津、阿久津。何？キャー。ナイフが目に入った看護師がおののき、後ろに倒れたのが目に入った。ナイフを刺す場所は決まっている。顔面だ。うらー。沙織の顔を壊したこいつを許せるはずがない。俺は何度も何度も刺した。責任能力がない？現実と妄想の境界線がわからない？そんなことで納得できるはずがない。愛する妻の痛みを、怒りを、お前に思い知ってもらう。へたり込んでいた看護師が抜けた腰で逃げながら助けを呼ぶ。誰か警察呼んで。ことは思ったよりあっけなく終わり、阿久津は微動だにしなくなった。はあ、沙織、やったよ。やっと恨みを晴らしたからね。目的を果たした俺は、天国にいるであろう沙織を思い泣いた。間もなく警察がなだれ込み、パトカーに押し込まれた。犯罪者となった俺を見たら、沙織は泣くだろうか。いや、もう沙織はいない。そんな空想も悲しいだけ。ただ後悔はしていない。本日の動画は以上です。過去の動画もぜひ。